もピヨキンです。今日もトロールコース一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、トロールレベルウィズアクールタイトルということで、トロールとかっこいいタイトル、トロールはかっこいいっていうことなんかな。まあ絶対違うと思うけど、そういうことにしときましょう。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.03% で、このコースなんか見たことあるんだよね。もしやってたらごめんね、どうせ忘れてると思うからね。罠に引っかかりまくる予感しかしないんですけど、この50コインはなんだ。あは、あれか。この下に行ったら上のブロックが壊れてヨキングってなるパターンでしょ。危ないね。え、なに、上のブロックがバーンって壊れる感じじゃないの。え、開幕魚。てっきり上のブロックが壊れて文字が出てくると思ったけど、意外となんもなかったね。それじゃあここはカロンの甲羅を取ってパウンしろっていうことか。パウン。パウン返してくれよ。今気合い入れていったよパウン。そしてなんだバネ。いや、ここで PLZBI ピヨキングって書いててくれよ。意外と入りそうじゃん、あの枠の中に。この制作者さん、恥ずかしがり屋さんかもしんないね。ピヨキングっていう言葉は全面的に出さないようにしてる。でも影からチラチラ見てるみたいな、そういうとこあるよね、トロール制作者って。じゃあここはそのまま右に行っていいのか。一旦ハテナブロックをしてすぐ左に逃げる。実は今ね、外めっちゃ雨が降ってて、で、やんで晴れたと思ったらさ、またその5分後ぐらいにね、土砂降りになるんだよね。これが今日何回も繰り返されてるんだよね。マジで日本異常気象だよ。いや、上から行けないか。バネは降ってこなくていいって。雨の方がまだマシだって。なんでマリメ2には雨がないの。マリメ3が出たらそのバネをビショビショに濡らしてやるからだ。じゃあここはツタのところに行ったらダメなんだね。あのツタは無視してドアに入っていきますか。それじゃあ次。強引ブロックって書いてるね。このまんまじゃこのトゲ取れないよね。え、右下にさっきブロックあったけど、あ、さっきの右下のブロックでベッド捨ててこいっていうことなんだね。きっとそうだよ。あの右下のブロック怪しいと思ってたもん。ここに行けばテレサが出てきてくれてベッドが脱げるっていうわけだね。たまには使えるじゃねえかテレサ。いや、でも僕は忘れてないぞ。今まで何度集団のリンチにやられたことか。いつかその下にわさびかベッドソースを塗ってあげようじゃないか。いや、これはこっちでいいよね。で、このまんま上のブロックを壊していけと。いや、ここだけの話いいかな。この砲台に引っかかるの僕めっちゃ好きなんだよね。なんか引っかかり方も気持ちいいよね。なんかシュールでね、めっちゃ面白いんだよね。ここは、あ、もう一回左に入れっていう感じ。キノコを取ってこいみたいな書いてなかった今。いや、無理やろ。あんた反応できん。なんでそっちも出てくんだよ。クソバカにしてんだこのコース。どこだ、次はどっから出てくる。一回ぐらいチャンスくれよ。なあこれ、もう一回ワンチャン聞かせて。ダメですよね。いや、これで合ってたんじゃないの。え、もしかして優しいパターンこれ。それじゃあ次こそキノコを取ってみせたいと思います。2つ目のキノコを取ろうか。この辺に落ちてきたよね。頼む。よしよしよし。さあ進んでいきましょう。これで左のドアに入れるっていう感じでしょ。そろそろ中間ポイントあってもいいんじゃないかな。見えたね。2分の1か。じゃあこの2分の1外したら高評価を押してください。高評価ゲットだね。自分で押しとこ。それじゃあここは下だったのか。絶対下の方が怪しいと思ってたんだけどな。じゃあこの上は、この上の土管絶対中間戻しあるよ。気をつけていこう。ここは左に行くしかないのか。左に行ってリフト上に上がるでしょ。やばな。大序盤ね。まあ僕はもう中間ポイントを取ってますから、心は広いよ。宇宙の広さぐらいあるね今。通常時は缶詰ぐらいしかないけど、まあ、缶詰といってもみかんじゃないよ、桃の方で、ね、じゃあここは爆弾を投げる。え、合ってんじゃないの。今の砲台は何。
もしかして砲台が上に爆弾をやったらあのスクロールでやられてたみたいな、そんな感じなんかな。まあまあちょっとわかんないですけどね。さあ、ここは USA キノコは取らないけんで、取ってどうする。ずるてってって上に行ってみる。絶対あのリンクいるよね。このまんま一旦右に行ってもどうしようもないもんね。多分リンクでどうにかしなきゃいけないんだろうね。ここ下入力を離してリンクを取る、そういう感じだね。さあ、本当にバネを抜かす時が来たようだ。どけこのバネ野郎が。今日は僕の勝ちみたいだね。裏番がいたね。まあまあ、僕は何度やられようとこのバネをズタボロにしていくだけさ。今回はお化けも追加だぜ。やべえ、なるほど、大丈夫だった。じゃあ一旦ワンワンやられたけど大丈夫。このワンワン何の意味があったんだろうね。重要な役割を持った犬だったんじゃないの。じゃあここアデラブロックを叩く。ガボンか、今のガボン何の意味があったんだろうね。そしてこの上はオンオフをきっと叩かなきゃいけないと思うんで、蹴る、そして上に行く。うわ、完璧だったんじゃないの。あのオープンブロックも気になるけど。さあ、中間ポイント2取れました。これはてな怪しいな。これはなんかパワーアップアイテム、やっぱそうだと思いました。え、優しくない。まさかあの隙間からキノコを落としてくれるなんてね。ダバダバダバダダバダ。あ、なんかヒント書いてる。しゃがむな。分かってたよそんなことは。絶対こっからなんか変わってると思う。ここに敵キャラが落ちてくるみたいだ。え、キノコ。え、この制作者やっぱり優しいね。今回ぬるいんじゃないの。ここはしゃがまないで左に行けっていう感じでしょ。もう分かりました。あのキノコが飛んでない状態でここでジャンプして左を進破、これで先に進めるのか。巧妙だね、マジで上手すぎ。うわ、嫌だよ。しかしねえな、左のバネは。何もしてくるなよ。一番左だけ何か邪魔してんだ。ジャンプして乗り越えろってか。こっからどうすればいい。下に行ってみよっか。こっちが正解。バネに怯えた男の結末だね。このリンクを取って右に行けばよかったのかな。これでいいの。え、このバネ何もしてこないのかな。本当に後でなんかしてくんじゃないの。大丈夫。まあ、もう追ってこれないでしょ、あのバネは。じゃあここは絶対爆弾を投げるしかない。あれ、投げれんよ。ダメって、どいてよ。くったから刺してやる、刺してやくってやる。今度はバネじゃないよ。毎回痛いだろ、目ばっかり刺されて。だが僕の方がもっと痛いんだぞ。そうで、僕思ったんだけどさ、このバネの四角の枠があるじゃん、これ怪しくない。リベンジ達成しました。今日はバネを消し去ることまでできたみたいだね。じゃあここはこの場所で爆弾を投げたら先に進めるっていう感じだね。そっちの土管じゃな、左下の土管に行きたかったんだ僕は。久しぶりな感じだな、この耐久は。あのクリボは僕をやりに来てくれないでしょう。誰が来る。チョロプン、お前も違うだろう。グレイが来てるもんだ。そしてこのコーナーも絶対違うと思う。バネ、ここでバネ、さっき僕がやったバネですか。転生してくんだって、わざわざこんなところにまで。絶対このハラちゃんも違う。だいたいこういう時さ、左から何か来るみたいな、そんなパターンが多いんだよね。いや、このカロンは激アツだよ。多分このカロン遅いでしょ。ほら、多分この遅さでマリオをやりに来てくれるっていう感じだと思うんですよね。みんな見てて。いや、やめてって、シーソー動かないで。カロンにやらせてよ。なんなんだよお前は。カロンがかわいそうだろ。それじゃあここは左を進化すんだってことね。そしたらこの土管に入れるっていうことか。久しぶりに劇場を知り耐久を見たよ。じゃあここはバネ信用していいのかな。さっきの転生か、リベンジしに来たのか。へい。それじゃあここはバネに乗ったらいけないっていうことだったよね。ジャンプで届くかな。いや違うんだって。さっきはしょうもないミスしたけど、これジャンプで取れんのかな。高くない。あ、取れるんだね、ギリギリで。さあここは右上に行かないけんないけど、一旦しゃがんだまま行っていい。こうしないとね、この大ジャンプができないような気がするんだよね、あの風によって。それじゃあ次は一旦左行ってみよっか。左行ってパウを叩く。そしたら
いや、合ってんじゃない？この上が正解みたいな、多分そんなことだと思うんですよね。そんで右に行けるみたいな。いや、行けって。あれ、あ、どっか入ってったよ。コインピット。いや、なるほどね。コインの下に土管があるのね。それじゃあこのコインの下だよね。このコインの下に行けば土管があるという。え、なんで？さっきのヒントそんなん書いてたよね。一旦パンを叩いて下に行けっていう感じかな。これだったらいける？あ、これでいけるんだ。なんか変わってんだろうね。ブラパかなんかいたのかな。いや、なんかこっち違うっぽいぞ。1ヒントで、右のオンオフブロックでしょ。で、2ゴーイング、剣の右下。え、そんなあったっけ。そしてスタート。なんだその役割は。いや、また戻ってきた。スター誰がいつも邪魔しやがって。恨み持ってんのか。ただ一匹だったら僕を倒すことができないぞ。2匹連れてきな。僕が楽勝でクリアしてみせるさ。このトロールコースめっちゃ考えさせられるね。これぞトロールコースっていう感じがするんだけど。で、左下のコインだよね。絶対あの下に落ちれっていうことだと思うんですよ。なんでここのオンオフをして、さっきの左下の方に行ってみよっか。多分それで行けるようになってんじゃないのかな。ほら、あって、これで合ってた。さあ、こっからこのツタに登ってゴールが待ち受けてくれ。頼む、もうそろそ。あれ、何も変わってないよ。え、上じゃないの。そういえばさっきのヒントさ、青ブロックが出てたような気がするんだよね。青ブロックを出したまんま行ってみようか。それでなんか変わってると思うんだよな。どうなる。このツタが出て上に行っても何もなかったじゃん。なんで今度先に進んでみようか。それでなんか変わってるんじゃないかな。この土管に入っていきたいと思います。さあ、なんか変わってるのか。この場所は一緒っぽいね。次からだよね。問題は多分この次からね、なんか変わってると思うよ。さあ、行きましょう。この扉に入るとゴールか。ゴールがあるのか。一旦パン叩いてみる。一旦このパン叩いて、そしてさっきの違うやんか。それじゃあさ、もうピースイッチ踏む以外にないよね。このピースイッチを踏んで、そしたら左にツタが出てくるのか。で、さっきさ、この先砲台があったけど、この砲台いなくなってるみたいな。やっぱりそういうことなのね。それじゃあ進んでいきますか。もうすぐゴールなんじゃないんですかね。それじゃあ自分自身がチャッカマンしに行きたいと思います。チャッカマン。セルフチャッカマンだね。いや、絶対ゴールだよこの音楽は。アフターユーゲット CP1 チェックポイント1を後で取れっていうことなんかな。え、でもそれちょっと意味わかんないよね。まあ、でもそういうことで行ってみようか。え、ここにチェックポイント1があるのは分かるんだけど、後で取れっていうことでしょ。いや、ちょっとマジで分かんないね。そしてここどうやってやられればいいんだ。一旦やり直ししろってか。鬼畜だなこのコースは。それじゃあここなんだけど、チェックポイント1を後で取れって書いてたよね。上行ったらやられたから。いや、これ絶対チェックポイント1取るしかないやん。チェックポイント2の後にさ、戻ってきてチェックポイント1取るんかなと思ってたけど、チェックポイント1取って上に行けみたいな。それでゴールできないかな。いや、やっぱできんよね。でもこっからやられてもう一回上行ってみる。そしたらなんか変わってるみたいなんないかな。え、やられないの。はっ、やった。なるほどね。デカキノコが出てきてゴールできるっていうことね。今回のトロールコースめちゃくちゃ凝ってたね、作りが。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオアイランアウトオブドアということで、私はドアの外に走るということでしょうか。まあ、サムネを見る感じはね、あのドアが何か鍵になってるんじゃないかなと思うんですよ。鍵ドアだけに。すいませんね、しょうもないギャグをかましてしまって。今のでブラウザパックをした人30人ぐらいいるよきっと。
まあまあ、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 3.06%。 クリア率 3.06% だったらさ、ワンチャン一発でクリアできるっていう可能性もあると思うんですよ。そしてゴール条件がなかったよね。右にジャンプしたらゴールできるんじゃないの？隠しブロックとかないよね？すいません、一発でゴールさせていただきます。今日はそういう感じの一発マリオなんだね。え、バーがあったよね。このバーの上、うわ、いけない、うわ、左もいけないね。じゃあ下からゴールしろっていうことなんかな。うわ、これ届きそうにないね。ちょっともう一回試してみるわ。左からダッシュしてバーに乗らないところギリギリでジャンプ。これ絶対無理だよ。バーの下をくぐってゴールポールに捕まるのはね。うわ、やっぱ無理だね。今ので限界だと思う。他の鍵ドアに乗れんのかな。バカにしてる。絶対このコースバカにしてる。クリア率 3% をなめてたぜ。他に隠しブロックないかちょっと探してみていいかな。もしかしてこの上から。なるほど、こっからジャンプして右に行けと、そういう感じなんだね。バカにすんのも大概にせんか。この隠しブロックがなんか鍵となってると思うんだよね。こっから右にジャンプしたら、いや、やっぱ届かんねえ。まあ、1段目の隠しブロックから思いっきり右にジャンプしたところで、いや絶対届かんよね。他に隠しブロックがあるんじゃないの？怪しいのはやっぱ2段目のここら辺だよね。うわ、なさそう。この辺は？この辺もないね。もう一回一番上からさ、思いっきり右にジャンプしてみていいかな。これでどう？やったこれでよかったのか。今日はいつもの感じの一発マリオと全然違ったけど、これはこれでめっちゃ面白かったね。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。